AMDK6 から2は、AMD が開発した x 8 6互巻のマイクロプロセッサである。K6 から2は K6 プロセッサをベースに、AMD 独自のシムド拡張命令であるサンナウを実装したプロセッサ最初のスーパーソケット7の製品となった。一時キャッシュは、データ3 2 k バイトと命令3 2 k バイトの合計6 4 k バイト。 トランジスタ数は930万個。クロック周波数は 300MHz、333MHz、350MHz、366MHz、380MHz、400MHz、450MHz、475MHz、500MHz、533MHz、550MHz。前の CPU である。 K6 から MMX 演算性能が強化されており、MMX ユニットがレジスター X パイプライン、レジスター i パイプラインの両方にぶら下がっており、MMX 命令が同時に命令発行に改良された。また、MMX 乗算、MMX シフトは XY 量、レジスターパイプラインから強用される。それと同時に、2つのショートデコーダーで、 MMX 命令のデコードが行えるように改良された。350MHz 以上のクロックの製品で、Windows 95アスルに X 起動時に Windows 保護エラーとメッセージを出して起動できないことがある。これに対するパッチは、マイクロソフト側から提供された。AMDK6 から2プロセッサー。ありがとうございます。